有事の金っていう言葉はよく聞くと思うんですけれども、勘違いしやすい言葉かなというふうに思いますので、その本当の意味をですね、こんな感じで解説をしていこうと思います。で、儲けようっていうふうに思いまして、有事の金だっていうことで、何かしら有事が起こった時にですね、ゴールドを買おうっていうふうに思ってしまうっていう行動をやりがちだと思うんですけども、こちらの方はですね、基本 NG だと思っていただければなというふうに思います。というのはですね、1990年8月2日から始まった湾岸戦争っていうものがあるんですけれども、そちらとゴールドの値動き、これを対比させていこうかなと思うんですけれども、ちょっとですね、かなり昔のデータなので、データが飛び飛びになってしまって見にくいと思うんですけれども、1990年8月2日から1991年2月28日まで行われたものになるんですけれども、こんな感じでですね、戦争が始まる前段階まで金っていうものは上がっていっていまして、始まったらですね、その上がっていく角度っていうのが少し急になってしばらく上がっていったと。ところがですね、その最高値をつけたところからですね、終わるまでの期間、基本的にはですね、高値安値を切り下げた価格推移になって下落トレンドが継続してしまっていますということですね。で、こんな感じでですね、高値のところで8月2日から2週間、1週間、2週間ぐらい経って、こういったところでですね、ゴールドを買ってしまうとですね、その後ここの横線を引いた400ドルちょっとの高値に到達することなくですね、下がり続けていたりしますので、高値掴みをしてしまう可能性があるということですね。ですので、基本的にはですね、有事が起こったからといって買おうっていうふうに行動してしまうと、高値掴みしてしまう可能性があるんだよっていうことは認識しておいてほしいなというふうに思いますね。ですので、この事例からの教訓としましては、欲望に基づいた行動は NG だよということですね。平時に購入しておいて有事後に売却すると、こういう行動が必要だということですね。ここをベースとしてきちんと理解しておいた方がいいかなというふうに思っています。で、有事の金の本当の意味ですね。本当の意味としましては、保険的な意味合いですね。保険的な意味合いになりまして、平時に積み立てしたりですね、購入していくという感じですね。保険をかけて、医療保険とか健康な時にかけていますよね。それと同じで、平時にゴールドを純金積み立てで購入していたり、スポット購入したりっていうことですね。そういうことをしておいて保険として持っておくということですね。そして有事に取り崩して売却していくと、こういう考え方が有事の金っていうふうに言われているゆえんだったりしますと。で、まとめますとですね、有事の金の本当の意味としましては、有事だから買いではないということですね。平時で買って有事で売る、これを基本として考えておくといいかなというふうに思います。そうすることによって高値掴みすることがなくなるというふうに考えています。で、これが基本ですね。これが基本でして、ただですね、これは平時に起きる有事の話だったりしまして、今は激動期ですね。激動期に入っているっていうふうに考えていまして、激動期に起きる有事っていうのはまた別の意味合いがあったりしますということですね。2001年9月11日ですね、ここのところを起点としてですね、上昇トレンドが始まっていたりするんですけども、この日に起こったのがですね、同時多発テロ事件ですね。これが起こった後ですね、先ほどの事例とは違う値動きになっていまして、ここの安値を下抜けすることなくですね、上昇トレンドが継続していっていますということですね。ですので、有事の金
で買いをしても OK だった事例だったりしますと。で、ここからさらにですね、より時間軸を長くとってみると、9月11日の安値をですね、一度も下抜けることなく上昇し続けていまして、ぐんぐんとまさに上がっているという感じですね。途中下落している部分もありましたけれども、起点となっている200ドル台前半っていうところには、遠く及ばないぐらい高値でサポートされて、また上昇トレンドに入っているという感じですので、激動期っていうベースがあるとですね、基本的には上昇トレンドが継続していって、何かしら有事が起こった時にそれが加速するみたいなイメージになっていたりしますということですね。今は激動期っていうふうに認識しておくと、基本的には上昇トレンド、その中で有事が起こったらですね、加速させていくというふうに考えるといいのかなというふうに思っています。ベースとなっているところがですね、平時なのか激動期なのかっていうところですね、ここの認識次第で有事における金の値動きっていうものが違ったものになっていたりしますので、その基本的な目線をですね、整えていく必要があるのかなというふうに僕自身は考えていまして、ベースとして平時なのか激動期なのか、この切り分けをした上で有事を捉えていくっていう目線を整えていくといいのかなというふうに思っていたりします。ということで、こちらの内容がもし参考になったっていうことであれば、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると励みになります。それではここまでご清聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。失礼します。